通信教育部の文学部は4つの学びの分野を設定しました。1つ目は古今東西の哲学、歴史をさまざまな角度からその多様性と可能性を学ぶ哲学・歴史学メジャー。そして日本語教育科目が充実しており、異文化を理解することができる日本語教師を目指す異文化コミュニケーション日本語メジャー。世界的な文学作品をはじめ映画論、演劇論など幅広い教養が身につく表現文化メジャー。最後に社会の多様性を洞察し、人間と社会の在り方を探求する社会学メジャー。まあ、文学の狙いとしましては、教養豊かな学生を作りたいと。文学を一つ読むにしても、あの 歴史の知識がないと読み切れない、創価大学の文学部としては、そういう社会の状況も含めましてですね、社会歴史それから哲学、こういうものをひっくるめて文学は読めるんだと。文学部としては勉強する場を提供いたしますので、そういうものを身につけていただいて、歴史のことも詳しいし、哲学のことも語れるし、そういう人を社会ですね、いろんな社会を送っていきたいと、で活躍していただきたいなと思っております。